やばい、急げ急げ急げ、珍しく学校遅刻しちゃうよ。ケナ太郎のやつは珍しく一人で学校行ってるみたいだし、今日雨降るんじゃないか。はいはいはい、急げ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 。おおおちょちょちょ、何何何これ、待って、なんか下にめっちゃクリーパーいる。ちょちょちょ、誰か助けて。イエーイ、おいおい、ちょおい、ケナ太郎いいところに、早く助けて、落ちる落ちる落ちる。いや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 、助けるも何も、この落とし穴作ったの俺だから。は、嘘だろ。最高傑作だからね、バームシーだね。やばい、何が最高傑作だよ、落ちるよ、やばい。さあ挨拶しなしっかり。じゃあ、あぶね、助かった。ち、生き延びやがったか。ちじゃねえよお前、ふざけんなよ。ちょっと上がるか。よいしょ、くそ、朝からとんでもない目にあった。おい、なんだよこれ。いやお兄ちゃん、バッチリいい絵が撮れました。ありがとうございます。なになに、これドッキリって言ってなかったんだけどさ、俺今日からマイクラ実況者をやめて迷惑系 YouTuber になります。え、なにそれ。あの、人に迷惑をかけて再生数を稼ぐ YouTuber です。お前ダメだろそれ。いやなんか流行ってるらしいじゃん。流行ってはないと思うけど。だからさ、俺もそれ真似したらお兄ちゃんより登録者増やせるかなと思って。いや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 、日記になりたいからってね、お兄ちゃんを罠にはめるとかダメだから。え、でもね、今やったことなんて俺が今まで撮りためてきた動画の中じゃ超簡単で優しい方だよ。もうたくさんすでに動画も撮ったんだから。え、どんな動画。撮ったのは原宿で通りすがりの人たちみんなにからしを食べさせるめっちゃ迷惑。あとはコンビニの店員さんにおならして逃げるお前お前絶対そんなことさせないからな。まあお兄ちゃんに止めれるもんなら止めてみなよ。おい、ちょちょちょ、今捕まえてやろ、ほら、お前ちょ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 、こっちだよ。くそ、お前すばしっこいな。おい、バイバーイ。どこ行った。おー、いた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 、バイバー。ちょ、行った、何それ、死ぬ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 、バイバーイ。おー、ケナスユーチャンネル、はい、どうもケナスユーです。ということで、今見てもらったら分かる通り、ケナ太郎が迷惑系 YouTuber になってしまいました。僕たちの学校でね、まあ迷惑なことさせるわけにはいかないので、今からケナ太郎を止めに行きたいと思います。みんなチャンネル登録お願いします。100万人目指してます。高評価もお願いします。よし、それじゃあ捕まえに行くか。あいつどこ行ったんだろう、学校の中行ったのかな。まずちょっと教室から探しに行くか。教室教室、あった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 、ケナ太郎いる。おはよう、いない。ケナスイくんおはよう。あー、スイちゃんおはよう。ちょ、ケナ太郎見なかった、来てない。あー、ケナ太郎くんならさっき見かけたけど。おー、ほんと、どこ行ったかな、どこいるかわかる。てかねえ、そんなことより聞いてよ。そんなことより、私ね、昨日ケナ太郎くんにひどいことされたの。で、ひどいこと、まさかケナ太郎の魔の手がスイちゃんにも届いてるってことか。一体何があったの。実はね。ということで、今日の動画、女子更衣室に潜入してみたー。どん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 どーん。ちょ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 っと、ケナ太郎くん何してんの。あー、いやいや、すげえ、すげえ、すげえ、それは、てか、その手に持ってるの、私の水着だし。見つかってしまったので、今日はおしまい。この下着は、チャンネル登録してくれた人の中から、抽選で100名様にプレゼント。もちろん、ちょっと絶対に取り返してくれよ。それにしても迷惑系って言ってたけど、いつものケナ太郎くんだよね。まあまあ、確かに水着盗むのなんていつものケナ太郎だけど、まあほっといていい。じゃあダメダメだよ。あー、そうだよね、わかった。スイちゃんの水着もちゃんと取り返してくれよ、しっかり。うん、よろしくね。ケナ太郎くんはなんか動画の準備がなんちゃらって言いながら体育館の方に向かって行ってた。体育館ね、わかった、ありがとう。行ってくるね。じゃあ、いや、ケナ太郎、体育館で一体次は何を企んでんだ。よーし、着いた着いた、体育館。おーい、ケナ太郎いるか。おーい、ちょちょちょ、え、あ、いた。あ、お兄ちゃんやっと来た。やっと来たって、え、何やってんだよお前。いや、お兄ちゃんのことだから情報を嗅ぎつけて追いかけてくると思ってずっと待ってたんだよ、ここで。てか、なんだよこれ、どうなってんの。え、あ、体育館が、ちょっと待って。はい、ということで、ケナ太郎チャンネルのケナキン？え？ということで、今日の動画は爆発をかけてお兄ちゃんにデスアスレチックをさせてみたー。ちょっと待って、
やいやいやケンタロウテレビー何それオープニングダッサお兄ちゃん、あれが見えるかな。さあ、ここにアスレチックがあり、その奥にロケットが見えるだろ。ロケットあるね。今から10分以内にあのロケットの前にあるボタン、あれか、あれを押さないとあのロケットが飛んでいきます。え、飛んでいく。そしてあのロケットが爆発すると、うん、この地球が粉々になるぐらいの威力を発揮するから、地球上のみんなの命を守るために頑張ってね。いやいやいや、お前、地球が粉々になるって何なんだよ。そんなの迷惑系の度を超えてるじゃん。いやでもこの動画伸びるでしょ絶対。伸びる前にみんな、まあれだよ、いなくなっちゃうよ。確かに。やべ、それ考えるの忘れてた。ダメだ、バカだあいつ。ちょっとお願い、え、もうそうなの？もう始まってんの？マジかよ。じゃあ行くよ、ケナ太郎。急がないと。ケナ太郎、テレビー。痛い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 、刺さった。いった、これ、待って。一発食らうだけで、すごいダメージなんだけど。え、これ、いける？死ぬよりね。うわっ！うわー！ちょっと！やばーい！やばい、急げ急げ。この一回引っかかったやつはもう引っかからないから。それに沿っていって。一個一個ゆっくり、一個一個ゆっくり行って。ほい、オッケー。いいよいいよいいよ。行った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 、なんか大丈夫？大丈夫大丈夫。俺じゃ下見たら、なんかのがいっぱい。おー、すげえ。おい、ま、こっち来てよ、お前ら。よし、ケナ太郎も行ってる。オッケー。オッケー。オッケーオッケーオッケー。そこも難所だよ、気をつけて。そこ現れるかね、その棒が。あ、そうなの、そうなの、そうなの。これ知らなかった。やばいやばい、時間大丈夫？一個一個丁寧にね。今ら行け、行け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 。よし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 、あとはこれか。そこはそんなに難しくないかな。これは慣れてるからね。よいしょ、あとあの端っこか。その下のスライムブロック、よし、オッケー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 。最後ちょっと難しいけど頑張って、もうあんま時間ないよ。おお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 お、最初からその場から爆発しないよ。え、じゃあ俺何やってたん。全部フェイクでした。面白かった。ってことでお兄ちゃん騙されてる姿面白いと思った人はチャンネル登録よろしくな。おい、ふざけんなよ。おい、ちょっと待てよ。ケナ太郎テレビー。ダサいって、そのオープニング言い忘れてたけど、そのボタンを押したら数秒後に足場消えるようになってるから、バイバーイ。嘘でしょ。ええー、決まって、押した、やばい、あー、うわ、くそ、あいつなかなか手強いな。こんな手の込んだことしやがって。とりあえず探しに行こう。ん？なんか落ちてる。なんだこれ。よいしょ。ケナ太郎動画って書いてある。何これ？中見るか。ケナ太郎動画、最高に面白いやつ。で、撮影済み。コンビニの店員にも鳴らしてみた。渋谷で通りすがりの人にからし食べさせてみた。これから撮影。学校の地下で育てた最強のペットを解き放ってみた。え、待って、これってあれ？動画撮影リストみたいなやつ。なんか言ってたな、企画考えたって。ってことは、これ見ると、学校の地下で育てた最強のペットを解き放ってみたかな、次。ん？てか、この学校地下なんてあったんだ。ちょっと待って、今すぐ止めに行きたいけど、地下の場所がわかんねえ。先生なら何か知ってるかな。とりあえず先生に聞いていこう。職員室、職員室、職員室。あったあった、職員室。失礼しまーす。おお、え、ちょちょ、え、先生、え、何何これ、職員室が。寺添君か。いやいやいや、どうしたんですか、この職員室。え、ボロボロだ。実はな、昨日ケナ太郎くんが職員室で暴れていったんだよ。それに止めようとしたらバットでぶん殴られてな。バットでぶん殴られた。もうただのヤンキーじゃんそれ。プラスチックのペコペコのやつでじゃ。あー、あのおもちゃのやつかい。それにな、昨日のテストがな、回答欄に落書きしか書いてなくて、ケナ太郎のやつ0点だったんだ。おー、それはひどいな。いつもは5点ぐらいはてるんだがな。おお、あんま変わらん、0点と5点なら。まあでもテストをちゃんと受けないのは良くないね。誰かあの問題児を止めてくれないかな。あ、そうだ先生、そういや聞きたかったことあった。今ケナ太郎のやつ学校の地下にいるらしいんですけど、何か知りませんか？学校の地下ってあるんですか？学校の地下、確かにこの学校には使われてない地下があるが。あるんだ、そんなものが。ケナ太郎はそこにいるのか？らしいですよ。そこになんか何かがあるらしいから行くらしい。わかんないけど。わかった、
お願いだ、チナスー君。チナ太郎君を止めてくれ。この通り。もう、わかりました。任せてください。まあ、そのつもりですけど。よし、それじゃあ、学校の地下に案内する。ついてこい。はい。さあ、着いたぞ。ここじゃ。ここですか？どこだ？ここ、一箇所だけ土の色が変わってるだろ。あー、この、ここか。このでっかいところ。実はここに、地下の入り口が隠されてるんだ。そうなの？じゃあ、開くぞ。はい。オープン！なんか、ちょっと錆びてしまってるようだ。ちょっと待ってくれ。ちょっと直して、先生。それじゃあ開くぞ。はい。オープン。おお、なんかですげえ。地下に繋がってる。この先にチナ太郎くんがいるのか。じゃあ、ちょ、任せてください。あいつを止めてきます。すまん、頼むぞチナス。はい、よっしゃ、行ってきます。よーし、よし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 。いや、学校になんでこんなハイテクな地下あるの。何あの隠し扉みたいなやつ。よし、入るか。よいしょ。うわー、すごい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 。なんか道が、ん、待って、いた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 、キナ太郎。おい、いたぞいたぞ、見つけた。ほらー、なんでここだ。まさかこんなところまで追いかけてくるなんて。てか、なにこいつ。あー、こいつはな、俺のペットのガオ太郎だ。ガオ太郎、こいつにね、俺の動画を盛り上げてもらうんだよね。おーい、また悪いことするつもりか。もうこんなことやめて、早く普通の動画撮ろう。やら、こいつはね、なんかどっか海外から連れてきたやつなんだけど、うん、見つけたら、なんか自衛隊がミサイル持って討伐しに来るレベルの危険動物らしい。おい、そんなの学校で放つなって。やら、だってカズキにこれが伸びるって言われたんだもん。俺伸ばしたいんだもん、全部好きにやれって言われたことやってるだけだもん。なんだよ、キャン太郎がこんな変わった原因はあいつか。いや、それにしても待って、カズキくんまだ YouTube やってたんだ。カズキすごいよ、もうすぐ登録者2億人だって。え、そんないんの。 YouTube ショートで YouTube ショートでたい。俺もカズキみたいにやりたい、有名になりたいんだよ。だから俺はこのペットを学校に放って大バズりするんだ。ダメだって、犯罪者で大バズりしちゃうよ。そう、危ない方法なんかやめてさ、俺と普通にいつも通り2人で頑張って動画撮ろうよ。お、反省したきゃなだろう。ほら、みんなに謝り行こう。いや、今さら謝ったって許してくれないよ。え、闇に一度落ちた俺は。ちょ、闇に。あ、もう、もう、ちょ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 、待って待って。おーい、もう、なんで、あ、いた、あ、いた、あ、いた、いた、いけ、あいつを倒せ、あいつを倒せ、なんて、なんて、お前、なんでこっち来る、なんでこっち来るんだよ。おー、おー、おー、え、ちょ、ちょ、けやだろ。お、あ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 、倒さ、え、倒された、食べられた。え、食べられちゃったんだけど。おい、ゆいちゃん、助けてー。え、なんかあいつの中から声が聞こえる。食べられちゃったー。ここから出して、お兄ちゃん。なんで生きてんだよ、あいつ。俺の部屋に武器があるから、お願い。あ、やばい、右手が溶けてきた。溶けてきた。早く、お兄ちゃん。どこなんだよ。くそ、でもあいつ助けないと。俺の部屋って言ってたよね、これかな。あ、なんかこれっぽいけど、チェストある。あー、なんかあった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 。よし、武器ゲット。やっぱり来る前にこの辺防具かな、これ変身じゃーん。なにこれ、ドラゴンボール。なんか武器、剣と、なんかよくわからんグローブゲット。よしよしよし、これで戦おう。よし、来てるか。あー、まだあそこいる。キナ太郎、大丈夫か。やばい、やばい、やばい。うわー、ちょ、なんかすごい攻撃してきた。これなんだ、これ使ってみるか。うおー、今は俺はスーパーサイヤ人だ。くらえ。これどうやってやるんだ。それ、右クリックを長押しして回避するんだ。溜めて溜めて、ほら、いてー。いや、揺れる。お兄ちゃん、あんま揺らさないで。ちょっと痛い痛い痛い、方向、なんかすごいプレス出してくる。よし、来た。ボヨン、よしよしよし、めっちゃ食らってるんじゃないこれ。ほら、よし、飛ばして、うおー、やばい。よし、あと、ちょっと揺らさないで。痛い痛い痛い、静かに倒しよう。揺れる。お、やばい、食われてる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 。任せろ任せろ。ほら、痛い痛い痛い。で、待って、スーパーサイヤ人だからなんかダメージあんま食らわない。あ、やばい、食べられてる食べられてる。え、やばい、なんか携帯が変わった、携帯が。ほら、飛んでけ。からのこの剣で近距離戦。痛い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 。死ぬ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 。けど大丈夫か。よし、倒した。あ、出てくれた。え、ちょっと待って、ケア太郎、服全部溶けてる。え、待って、俺裸なんだけど。ちょ、見ないで見ないでよ。まあ、よかったじゃん、体は溶けずに済んで。まあ、確かにお兄ちゃん助けてくれてありがとね。まったく、もうお前、これに懲りたら人に迷惑かけることしないようにな。みんな、ちゃんと謝ったら許してくれるかな。ま
まあきっと大丈夫だよ、みんな許してくれるよ。ほんと？うん、お兄ちゃんも許してくれる？まあ反省してるんならしょうがない、許してやろう。実はさ、このペットとあのミサイルのおもちゃのためにお兄ちゃんのお金と家を全部売ったんだけど、許してくれる？嘘でしょ、全部俺のお金使ったの？だって許してくれるって言ったもんね。今更怒るとかないよね、だって謝ったし。ごめんね。ごめんねじゃないね、お前ようふざけんなよ。3、2、1、飛んでけ、おら、お前ふざけんなよ、おら。ごめんなさい。ああ、魂になって消えてった。はい、ということで皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。登録者年内100万人目指してます。バイバーイ。